若山富三郎。若山富三郎。我が山と三三郎。1929年9月1日から1992年4月2日は、日本の俳優、歌手、テレビドラマ監督。本名は、奥村正る。別名は、条件三郎。東京府東京市深川区、現、東京都江東区出身。映画、テレビドラマ、演劇で、幅広い役柄を演じ、 特に盾に関しては、東大随一の名手と評された。父は、長歌三味線の絹屋勝当時、弟に、勝慎太郎、息子は、若山貴一郎、前妻は、藤原玲子。幼少の頃より勝ちとともに、長歌の修行を始めるが専念せず、旧制日大三中在学中は一年生を三回、落第するほど素行に問題があった。しかし一方では柔道に熱中して、 師範、五段を目指していたという。1949年、20歳の時に長唄の若山富十郎に弟子入りし、芸名を若山富三郎とした。1954年に新東宝からスカウト、演技経験のない新人としては破格の高級と、運転手付きの車での送迎を約束させた上で、入社を決める。1955年に、忍術、ジライでデビュー。 人形差七、鳥物町シリーズなどの時代劇に主演。1958年には野村古道の原作、銭形平治、鳥物控えを初めてテレビ時代劇化した銭形平治鳥物美化へ、KR テレビに主演。新東宝が経営不振に陥ると1959年に東映へ移籍し、新東宝時代同様に人形差七、 鳥物町シリーズで主演したほか、多くの脇役もこなす。1962年に勝ちが在籍する大英へ、遺跡、条件三郎と改名。白黒作品の、内カラスに主演したほかは、市川雷蔵や弟の勝慎太郎の脇役に、甘んじ仕事では不遇の日々であった。1963年に、同じく大英所属の女優、藤原玲子と結婚。 数を設ける。1964年には、テレビ時代劇、風雲寺、半次郎から芋侍と西号に主演したが、1965年に、藤原と離婚、その後の1年間干されて役がつかない挫折を味わった。1966年に出演した大英での、最後の作品、諸女が見たで共演した、安田道夫と恋愛関係となり、長期間交際した。 この年、城は再び東映に移籍し、芸名を和歌山富三郎に戻した。脇役からのスタートだったが、鶴田浩二主演の爆撃打ち総長賭博の助演で認められ、主演映画も制作され始める。1968年より始まった、ヒボタンバクトシリーズ、極道シリーズや、前科者では、従来のギリ人情の役座映画に、和歌山のコミカルな演技が加わり、 他の人気路線とは一線を隠す人気作となった。その他、賞金稼ぎシリーズ、極悪坊主シリーズなどに主演した。これ以降は、主演ないし大型ゲストとしての仕事が切れ目なく続き、浮き沈みのあった前半生とは一転して、スター人生をまっとうることになる。1970年代の勝ちプロ制作の映画、小連れ狼シリーズでは、イ一等に噴し、 凄みのあるダイナミックな盾と、寡黙な演技は、一等の和歌山か、和歌山の一等かと評されるほどの代表作になり、海外にも輸出された。同じ頃、個人事務所、和歌山企画を設立し、おし侍期一方願、1973年、賞金稼ぎ、1975年などの、テレビ時代劇に主演、賞金稼ぎでは、全22話中3話を監督している。 白塗りの2枚目から3枚目、悪役、合法なアクション、殺人と、幅広いタイプの役柄を演じているが、1974年には、僕五郎に招かれ、エスパイに出演し、仇役のリーダー、逆エスパイウルロフを演じた。特徴的な髪型は、和歌山の公案で、クランクインの際には一つのセリフを様々な抑揚、表情で、サンプルのように演じ分けてみせ、 監督に選んでもらった。ちなみに、映画生活20年目にして、初めての東方気ぬた撮影所での仕事であった。1977年公開の悪魔の手まりうたの磯川警部と、1978年から放送されたテレビドラマ、事件菊池弁護士は、優しい人間味と哀愁を称えた、等身大の中年像であり、抑えた演技はそれまでのイメージを一新した。 悪魔の手リり歌と映画姿三四郎の村井半助で第20回ブルーリボン女演団優勝を受賞。1979年の映画衝動殺人息子よでキネマ巡報主演団優勝、ブルーリボン賞、毎日映画コンクールの主演団優勝、第3回日本アカデミー賞の最優秀主演団優勝を受賞した。1978年のパラマウント映画、頑張れ。 ベアーズ大旋風日本遠征マイナスでは、少年野球日本代表チームの監督役として、トニーカーアーティスト、ともし、黒田節を歌いバックテンを披露している。演劇では1977年の二長は雪を演出のミュージカル、三分オペラや1978年のアニーで長歌で鍛えた美声を披露。また同年の歌舞伎模様、天保六花では、 高知山総春に奮して、第33回芸術祭大賞を受賞した。1980年代には、映画、魔界天章で、野牛胸乗りに奮し、紅蓮の炎の中で行われた、野牛十兵、衛、千葉真一との決闘では華麗ながらも凄みのある戦いを演じ、劇中最大のクライマックスとなっている。魔界衆が瞬きをしないのは、歌舞伎でのお化けの演技からヒントを得た。 和歌山の発案である。本作は、観客動員数200万人、配給収入10億5000万円となった、詳細は魔界転生千葉は、本作後も再び、和歌山との盾を望み、テレビドラマ、影の軍団いい,い,い第1話、二つの顔の男では、千葉が、直接、和歌山へ、出演依頼をして、共演を実現させた。他には、テレビドラマ、 お金蔵破りシリーズでも、殺人と復讐に燃える忍者から、コミカルな役まで幅広い演技を見せる。一方、ズダでありながら、ショートホープを愛演する、チェーンスモーカーで、糖尿病でありながら平気で、大福や予感一本を平らげるなど、持病を抱えながらも、不節制、不養生を続ける、生活習慣がたたり、1984年には、心筋梗塞で入院。 その後ハワイで血管5本に及ぶバイパス手術を受ける。手術は無事に成功し、現場に復帰、特に1989年のアメリカ映画、ブラック・レインでは、英語のセリフも流暢にこなし、凄みを聞かせたヤクザの親分を演じ、その存在感を示した。しかしこの間、医師の忠告を無視し、生活習慣を改めることはなかった。糖尿病の影響を 1990年になって、心臓の状態は再び悪化。翌1991年には入院を余儀なくされ、この時医師から、このままの生活を続ければ、来年の夏まで持たないと、余命宣告を受けている。その後は、兄弟病院に転院し一時証拠状態となり、仕事にも復帰している。1992年4月2日、勝ち、中村玉を、 清川二次子と麻雀をしている最中に倒れ、急性心不全のため死去。兄思いだった勝は、カメラの前でその遺骨を食べ、涙を流しながらその死を悼んだ。数多い時代劇俳優の中にあって殺人が、最も優れた俳優と評され、千葉真一は、峰内の盾を和歌山から教わるなど、和歌山先生から盾を本格的に教わり、ある意味、和歌山先生は僕の師匠。 尊敬していると語っている。若山は、千葉が1970年に設立した、ジャパンアクションクラブ、ジャックの結成式にも駆けつけ、その門でお祝っている。弟の勝つ慎太郎も、殺人はお兄ちゃんにかなわないと証言している。勝ちの代表作である、座頭誌シリーズでも、続、座頭誌物語、1962年、座頭誌占領誌、1964年の2作品に、 出演している。鈴くでは、過去の因縁からし、笠間の氏ふとしと反目する実刑、なぎさの吉郎役、占領主では、剣閣、千葉東四郎役で、どちらも、勝ちと、迫力ある盾を演じている。嵐勘十郎は、竹中つとむのインタビューで、若手で上手かったのは一に、よろずや金之助、二に、若山、と、勝ちで、以下はないとしているが、テレビドラマ、 賞金稼ぎの盾を担当した、上野隆三、東映は、祖が特にうまい人は誰かというなら、若山富三郎さんだ。あの人は何を持たせてもうまい。武芸百般と言うけれども、刀、槍、薙刀、棒術などいろんなのがあるが、若山さんは何をやってもできる人だったねと評している。代表作である映画、小連狼シリーズでは刀。 長巻きを駆使した盾を披露し、トンボ切り、前方宙返りも得意とした。宙返りは他にも、映画、極悪坊主念仏人切り旅、賞金稼ぎシリーズ、魔界天章や、テレビドラマ、賞金稼ぎ、お金ぐらい炙りシリーズ、影の軍団 EE いいいい、暴力中学シリーズなどで披露している。親分肌で、気に入った役者やスタッフフラを取り巻きとして講師に、 かかわらず引き連れていたため、いつしか、和歌山組と呼ばれるようになった。面倒見のいい反面、綺麗な態度や意にそぐわない相手には手を挙げることもよく、あり、自分より隠したと思われる相手からは、和歌山さんではなく、和歌山先生と呼ばれない限り、返事もしなかった。大部屋俳優と、弱い立場の人に対してだけでなく、撮影スタッフや監督、大英時代には、 会社幹部にまで暴力を振るうことがあったため、恐れられていたが、子役に対しては優しかった。1989年のこと、新東方時代からの友人である丹波哲郎は和歌山に、自身が企画、制作、脚本、総監督を務めた映画、丹波哲郎の大霊界死んだらどうなる、丹波企画、小竹富士への出演を依頼。和歌山はすでに心臓疾患を患い、 体調に不安を抱えつつもこれを引き受ける。丹波は、和歌山の体調を気遣いながら、撮影を進めたが、お前はすぐ人を殴る。体調が悪くなったのはそのバチが当たったんだ特言を、呈している。和歌山組には、大木みのる、山城慎吾、安岡力也、高岡健次、牛尾賢治、関山孝治、丹キ木ジラのメンバーがいたが、和歌山より6歳年上の大木とは、 お互いに、兄弟と呼び合う仲だった。和歌山組への加入は、固めの酒を、任境の世界と同様に行っていたが、下戸で自他共に認める、名うての甘党だった。和歌山の、固めの酒は、羊羹を煮溶かし、食パンの上に塗ったものを食べるというものであったと、山城は語っている。後輩を壁際に立たせて、和歌山得意の手裏剣を投げつけるという荒っぽい、 入り組み試験もあった。弟である、勝慎太郎とは、容姿がそっくりなだけでなく、借金が得意、親分肌で取り巻きを大勢連れ回したがるなど、その性格、言動やプライベートが酷似していたため、大英時代には、二人も、勝慎太郎はいらない、苦形検定などと揶揄されたほどだった。しかし天才肌の反面、大酒飲みで遅刻が多く、 台本をあまり読んでこない価値と違い、和歌山は2時間ほど前には、楽屋入りし、撮影前の台本チェックなど、事前の準備を怠らなかった。後年投影で、スターダムにのし上がり、映画賞、演劇賞を数々受賞するに至ってからは、名優としての評価高めたのに対し、価値は、不祥事が相次ぐようになり、その評価は逆転した。事実、勝ちは、演出やプロデュースでは、 自分が上だが、演技力はお兄ちゃんにかなわないと最高の賛辞を送っている。兄弟仲は非常によく、勝値が大麻所持で逮捕された際、マスコミの前では勝値を批判しながらも、執行猶予付きの判決が出た時は若山は、よかったと涙を流して喜んだ。また、勝値がある役者の演技を叱ろうとした時、その役者が若山先生の言われた通りにしたんですけど、 と答えると、ああそう、お兄ちゃんがそう言ったのと一転して機嫌が良くなり、叱るのをやめたという。1983年、昭和58年には本人名義で歴史小説ゼロの暗殺者を発表したが、これはゴーストライターによる執筆作である。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。